こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はレックスを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。分析時期につきましては2019年4月20日、時間軸につきましてはスイングとなります。本動画を視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、それではですね、レックスを分析する上での前提について確認をしていきたいと思います。まずいつものようにですね、掲示板の投稿ランキングの方から確認していきましょう。掲示板投稿ランキングにつきましてはですね、レックスについては、ランク外ということで、あんまりね、個人投資家の方たちから注目を集めていないといいますか、人気がない銘柄なのかなというところであります。ただ、株探という、サイトがあるんですけれども、そのサイトではですね、一時ですけども、検索ランキング上位に来てましたので、ちょっと気になるところでありました。でティック回数なんですけども、ティック回数は4124回とですね、人気がない銘柄にの割にはですね、そこそこの、ティック回数がいってるのかなというところであります。あと最後ですね、日商金とですね、信用残なんですが、これが特徴的なところがありまして、まずね、信用買いの貸借倍率が0倍ということで、信用売りですかね。で、かなり売り長の状態になっているのかなというところであります。あと信用残、一般信用も含めたですね、信用残の倍率も 0.35 倍ということで、非常にね、一般信用、制度信用ともにね、大きく売りが入っているのかなというところであります。レックスのね、分析する上での前提については以上になります。はい、それではですね、早速ですね、レックスのチャートの方を分析していきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年4月19日現在のレックスの月足チャートになります。いつものようにですね、ストキャスティックスの方から確認していきましょう。ストキャスティックスにつきましてはですね、買いサインを出して現在ね、買われ推移水準の 75% のね、ところに、来ている状況であります。なのでもうすぐね、調整があるかもしれないなというところであります。あとですね、 RSI につきましても買われすぎ水準にタッチしているところかなという、状況であります。なので、もう少し、伸びてくると、調整を意識しなきゃいけないのかなという、状況であります。テクニカルショーのですね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずね、左下の判例にありますようにサポートとレジスタンスの方からね、チャート上に描画していきたいと思います。まずはね、サポートからですね、入っていきたいと思います。まずね、一つ目のサポートにつきましては890円がですね、意識されるサポートなのかなというところであります。これもね、過去ね3回機能しておりますので、今回もね、おそらく機能してくるのではないのかなというね、イメージを持っております。続いてですね、1000円ですね、1000円付近がですね、意識されるサポートなのかなというね、イメージを持っております。これにつきましても結構ね、機能してますので、比較的、強いサポートなのかなというね、イメージを持っております。あとね、サポート最後につきましては、1400円付近ですね、サポートがあるんですけれども、これについてはですね、1回しか機能してないので、あんまりね、強くないサポートなのかなというところであります。サポートにつきましては以上になります。続いてですね、レジスタンスの方に入っていきたいと思います。レジスタンスにつきましては現在ですね、1970円ですね、この高値、2018年の11月につけた、高値がですね、レジスタンスとして機能するのかなというね、イメージを持っております。サポートのレジスタンスのね、分析につきましては以上になります。続いてですね、ちょっとこちら側ね、見えてないんですけども、ここでですね、安値が切り上がってて、この高値をですね、終値で抜いてきているということで、エリオタードがね、出ているんですよね。ということで、事前に注力をいたしました映像を使ってですね、相場の原理原則で分析した目標株価の方をですね、出していきたいと思います。はい、現在ね、相場の原理原則があるトレードステーションのですね、チャートになります。これですね、今から映像の方をね、出してアウトプットを確認していきましょう。まずここでですね、ここで、今ね、丸で囲ったところが安値更新が止まったところですね。で、今高値が今こう超えてくれば、この高値をね、超えて、第一波高値を超えてくれば、55.6% の確率で3366円ぐらいまでいくのかなというところがですね、アウトプットになります。月足の分析については以上になります。
はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年7月19日現在のレックスの週足チャートになります。早速ね、RSI の方から確認していきましょう。RSI につきましては、月足と同じようにですね、変わる月水準の 80% を、ね、超えてきているという状況であります。でですね、若干ね、この RSI 垂れてきているので、実際にチャートを見るとですね、まあ、上がりっぱ垂れてきてはいないので、これを見ると若干ね、RSI からは相場がね失速しかけてきているのかなというね、イメージを読み取ることができるかなというところであります。あとですね、信用残につきましては、まあ、黄色いところがですね、黄色いラインが売り残ですね、赤いラインが買い残ということで、まあ、これを、まあ、一見するとですね、かなりですね売りがね、多い状況なのかなというところであります。ということでですね、売りがね、たくさん入ったポイントですね、急激に伸びたところですね、分析してきますと、まあ、この辺りになるのかなというところであります。まあ、価格帯でね、確認をしていきますと、まあ、大体このね辺りが空売りが、ね、捕まっている状況なのいう、ね、価格帯なのかなというところであります。でですね、特にですね、この急角度になっているこのポイントですね、この黄色いラインが急角度になっているポイントを見ていきますと、まあ、このね、ローソク足ですね、3つのローソク足があるんですが、このローソク足で、売り方が、ね、たくさん捕まっているのかなという、ね、イメージを持っております。大体ね、株価から言いますと、1300円から、ね、1750円あたりで売り方が、ね、捕まっているのかなという、ね、イメージを持っております。なので1750円付近がちょっと、ね、サポートとして機能するのかなという、ね、状況なのかなというところであります。はい、ということですね、サブチャートについた、ね、分析を終わりまして、続いてですね、チャートの方に入っていきたいと思います。今回はね、目標株価のですね、先ほどサポートとレジスタンスを、ね、分析いたしましたので、週足についてはですね、目標株価の方ですね、アウトプットしていきたいと思います。まずね、目標株価もアウトプットしていきますと、大体ですね、この U 字型が出てきてきて、割れで抜けてきてますので、イメージ的にはね、今現在の株価付近ですね、1950円付近が目標株価になるのかなというね、イメージを持っております。ということでですね、まあもうすでに、ね、目標株価まで、ね、到達しているという状況なんですよね。ただこのね、この出来高を見ると結構ね強い、出来高ができているので、もしかしたらね、ここのね、まあ、部分、この出来高ですね、非常に多い出来高ができてますので、もしかしたらですね、この部分ですね、この部分が揉み合いになってて、ブレイクした可能性もあるのかなというね、イメージを持っております。その場合はですね、2250円ちょっと超えるぐらいまで、伸びていく可能性があるのかなというね、イメージを持っております。週足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年4月19日現在のレックスのですね、日足チャートになります。まずね、RSI から確認していきたいと思います。RSI につきましては 50% がサポートとして起動しまして、現在ね、上向きの状況になっております。なので、日足についてはですね、週足と月足と違って 80% 売られすぎ水準の 80% まで、ね、まだね到達せないということなので、もう一伸びねあるかもしれないなというね、状況であります。RSI のですね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずね、月足で分析をいたしましたサポートとレジスタンスについてですね、チャート上に描画していきたいと思います。はい、今ねこれがですね、サポートとレジスタンスのね、日足の位置づけになります。でですね、今現在ですね、この黄色いハゼンのポイントで揉み合ってるということで、このね一番、揉み合いの一番下のところが、まあ、1750円なんですよね。なので先ほど週足で分析をいたしました、まあ売り方が捕まっている一番高いポイントですね、ここが変化で多分ね、サポートで起動するのかなというね、イメージを持っております。でですね、まあ、今ちょっと、ね、売られすぎ、まあ、ごめんなさい、買われすぎ水準まで到達しているので一気に抜けることも想定しているんですけども、今回日足で、ね、想定するパターンについては、このね揉み合いになったパターンですね、揉み合いになったパターンについてはおそらくね、このね、1970円から、1750円の間で揉み合ってくるんではないのかなというイメージを持っております。もしくはこの、ね、日足の十字線があるんですが、この高値を、ね、寄り付きから超えて始まってくると、まあ、この、ね、2250円ぐらいまでそのままいってしまうのかなという、ね、イメージを持っております。
レクスの分析については以上になります。いかがでしたでしょうか。まあ、レクスについてですね、分析したんですけども、まあ、レクスについてはですね、あのファンダメンタル、あの決算とかのね、業績の内容も良くてですね、あのまあ、対策倍率、あの信用取り組みも良いということで、もしかしたら今日分析した、ね、内容を超える、ね、動きがあるかもしれません。RSI が、ね、80% を超えているんですけども、まあ、あくまで、ね、あの決めるのはテクニカル仕様ではなくてですね、あの人間の市場心理になりますので、まあ、そこら辺は、ね、気をつけた方がいいのかなというふうに思います。まあ、空売りで入ってですね、燃料になることはないようにしなければいけないなというふうに思っております。でですね、動画内で出てきました相場の原理原則についてはですね、私と同じですね、目標株価をアウトプットすることができるツールになります。まあ、興味のある方はですね、概要説明欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方に訪れてみてください。あとですね、本動画を見ていただいてためになった、あるいはね面白かったという方はですね、高評価もしくは、ね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。